それはもちろん早めに殺しておこうと。私を殺しに来たんだろ。そこにいる少年、司令、彼が目覚めました。体の数値は異常なし、特に問題ない。しかしようこそラタトスクへ。話すからちゃんと聞きなさい。多くの人が30年前に発生した巨大空間侵を自然災害だと思ってるけど、本当のところ空間侵は精霊がこの世界に現れる時の余波なのよ。あなたが会ったその女の子が精霊。あの子の識別名はプリンセス。彼女が、ああ、AST のことね。AST は対精霊部隊の略称よ。彼女、要はぶっ殺すってこと。それによって空間侵の発生を防ぐのが彼女たちの目的。何か問題ある？
随分肩を持つのね。数分程度しか接点のない、しかも自分が殺されかけた相手だっていうのに。安心しなさい、あなた。さあら、私だってよろし、明日から訓練開始ね。これが最…動くな。では聞くわ。また選択肢ね。早く。私やっぱりかなり警戒心が強いわね。それはもちろん。冗談はいらない。してやる。そう、情報を得るためだからな。大事。上出来よ。そのまま続けて。不審な行動をとってみろ。お前は私を何と呼びたい？ああ、どうせお前以外と会話。私と一緒にいては同胞に撃たれることになるぞ。これだと思う選択肢を選びなさい。5秒以内。これが最後だ。答える気がないの。動くな。
お前は今私の攻撃可能圏では聞くが、また選択肢ね。早く私やっぱり。それはもちろん早めに。冗談はいらない。私と一緒にいては同胞に撃たれることになる。私、高宮マナと申します。以後お見知りおきを。
うむ、これからどこへ行くのだ？